秋葉原の写真を出すことといたします。これもまだまだ2005年の11月の写真ですね。で、この撮影の状況は秋葉原のミニコミ誌、フリーペーパーですか、それの撮影みたいだったんですね。撮影隊の人もちゃんとわきまえてますね。本当にダメな業者ってね、警察に対して道路の使用許可取らずに占有して使いますからね。おい、どけどけ、取るな取るなって。いや、それあんたら我々と同じ立場なんだからね、商売でやってるんだったら余計あんたちゃんとそういったところ、今でいうコンプライアンス通さなきゃダメでしょ。何勝手にやってんだよ、ふざけんじゃねえよって、まあそういう気分もありましたからね。この路上で撮るならね、一般人と同じですよ。こういう感じにね、秋葉原でミニコミ誌、フリーペーパー配っていたんですよ。そういうのってラックにポーンと置いてあって、どうぞご自由にお取りくださいって感じだったりするんですけどね。秋葉原の場合はね、こうやってコスプレした女性がね、どうぞどうぞって配ってた、そういうことが多かったですね。でね、このミニコミ誌全部コンプリートしようなんてね、まあ、そういう目的でね、秋葉原行くのも良かったんですけどね。でもこう引っ越しとかの時に捨てちゃったかな、今思えばね、なんで取っておかなかったんだってちょっとね、残念な気もしてますよ。この方は秋葉原の地下アイドル、いや地下じゃないですね、路上なんで、まあ路上アイドルって言うべきでしょうか。そっからメジャーデビューするかしないかって時にね、撮らせていただいたもんなんですけどね。この頃はね、まだ秋葉原の路上で多少はね、歌って踊ってってできた時代ですからね。この感じから言うと、マネージャーと秋葉原の路上アイドルって感じでしょうね。自分らで趣味の延長でやってるっていうんでなくって、こうやって芸能プロダクションが絡んだのもぼちぼち出てきていたんですよね。ただ芸能プロダクション、まあ、こういう場合ですか、かなり弱小だと思うんですけどね、まあ、とにかく業界の人が後ろにバックについてるからといって必ずしもね、プッシュして売れていくかと思えばまた別なんですよね。これは今は亡き秋葉原デパート電気街口側の露店というか催事の売り場ですね。我ながらね、こういう状況でフラッシュ使わずよう撮れたもんですよ。まあ一応これトライ X 感度400なんでね、まあ結構この脇締めてスローシャッターでも30分の1秒 F2 くらいでまあ十分に映りますね。でね、いろいろとこういうところって、まあ、珍しいものとか安いものとか掘り出し物が結構あってね、私もね、この男性のようによくこうなんかおもろいものはないかなってね、もうじっくりとね、こう見定めてたもんですよ。クレーンゲームかなんかで取った景品、それを中古屋に持ち込んだけれども、中古屋としても持て余して、こうやってね、ワゴンセールでどれでも買って持ってけみたいな、100円でね、いやでも税込み105円っていうのは時代を感じますね。この中のぬいぐるみ状態が良ければ今もっと値段ついたかな、いや結局つかないかな。ただこういった感じのワゴンセールは今でもねやってますけれど、でも今ね、どんどん外人が入ってきますからね、こういうのごっそりとね、なんかもう土産として買っていきそうですね。まあ、中古屋としてもね、不良在庫はパーッとね処分できるし、外人さんとしてもね、安く土産物が買えるっていうんでいいんでしょうね。でもね、こんな中にもね、店の目利きが間違えてね、ちょっと良さげなもんが混じってたりするっていうのがあるんでね、それを掘り出すっていうのも楽しみの一つですね。いやー、実にカオスですね。右側の男性はね、三味線で弾き語りですよ、三味線で。で、左側の女性はね、ちょっとセクシーなウエスタン調で、で、これからロックを歌おうと準備してるっていうね。で、後ろのね、この柵にはね、ここではね、ライブとかそういうのやっちゃいけませんよって、で、こうやってやってるんですからね。いや、これ、本当この頃こういったことがよくあってね、何でもありみたいなところでね。で、こうやってね、互いにこう、勝ち合ったとしても、どちらかがね、ある程度潮時が来て、もう終わりかなって時に、また隣が始めるっていうんで、まあ、これでも暗黙のルールみたいなのはありましてね、お互いにね、大音量をかき鳴らして、この競り合うっていうのはなかったですね。自分の雰囲気を人混みに紛れて消して、で、人々のね、カメラを意識しない自然の状態をスナップショットするっていうのもいいんですけどね、こうやってね、人とね、しっかり向き合って、
取るっていうのも必要ですよ。そういえばね、メーカーサロンで個展した時もね、なんかね、両肩にカメラぶら下げてね、いかにも私はね、風景写真やってますよっていうのをね、アピールしながらね、展覧会場に来てるよ、なんか一体おっさんがいたんですよ。お前そんなんだったら山に行けよ、山にって思うんですけどね。そういう人間がね、嫉妬がてら、いやこれらのね、記念写真はね、なんて言ってんですよね。まあその時はね、言い返せなかったんですけどね、私もね、流されちゃって、今ならはっきりと言い返せますんですけどね。いやあんたね、しっかりと人間と向き合えないから、いくらシャッター切っても文句を言わない風景とか草とかそういうのを撮ってんでしょ。あんた記念写真記念写真って言うけど、初対面の人に声かけて堂々と笑顔を引き出して撮れるのか。できないだろ。できないから岩石とかそうやって空とか動物とか撮ってんでしょ。情けねえな。人に文句を言うよりもあんたもね、私と同程度以上のスナップショット撮って個展開いてみなさいよってね。いや本当にね、そういったところメーカーサロンみたいでね、個展開くとね、本当に嫉妬まみれのね、本当腐ったね、特にやっぱ中高年のジジババが多いですからね。なんか本当にね、写真やってるっていうかカメラやってるっていうやつ、本当嫉妬深いやつが多いんでね、ヘドが出ますよ。動画ってあんまりないんですけどね、そういうの。この撮影以前からもね、秋葉原のおでん館っていうのはあったんですよ。まあこの2005年あたりから、そう、電車男ってドラマだったかな、ありまして、それでね、秋葉原が急に注目され始めたっていうのがあってね、こうわらわらと人が来て、で歩行者天国はすごいね、でいろんな人がいるじゃないか、わーすごいね、どん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 盛り上がっていったんですが、でこの頃ね、おでん館よーく見ると安いんですよ。200円、200円ですよ。これ今いくらだったかな、200円じゃ買えません、ね、300いくらだと思うんですよ。でね、どん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 値上げのラッシュですからね、下手したらおでん館一つ400いっちゃうかもしれませんね。えらい値上げですよ。スナップショットを撮るって言ってもね、盗み撮りみたいにパッとシャッター開けてスッと逃げるって言ったら完全に不審者ですからね、そういう撮り方は私は良くないと思うんですよ。まあこれね、この写真から見ての通り、堂々とね、歩道のところに立って正面からシャッター切ってますからね。逆にね、そうやって堂々と撮ってるとね、いやなんかね、あまりこうトラブルにならないんですよね。まあ、私の見た目からもそうなのかもしれませんけどね、なんか雰囲気の怪しいやばいやつだから、特に絡まない方がいいかもしれないみたいに、まあそれもそれでね、一つの手ですね。報道だ芸術だと言ってもね、結局人を撮って晒してるのには変わりませんのでね。そしてやっぱり自分もね、こうやって晒さないと、それはアンフェアですからね。なので、ね、自分の写真をいつものごとく晒していきます。これはね、2011年5月ですから、もう10年以上も前ですね。だから私もね、10年以上若いってわけなんですよ。いや確かに今の方がね、悪い意味で彫りが深くなっちゃってるなって思ってるんですけどね。っていうかね、こうやってモノクロってね、結構ね、粗が隠せるんですよね。フラットな柔らかい光でちょっとね、露出を大幅めに撮るとね、まあ白く飛ばすっていうやつですか。そうするとね、割とね、綺麗に映るんでね。でこれをね、ペーパーに焼くときはね、顔をうまく覆い焼きして、あまり光をかけないように白くなるように焼くと、結構かなりね、いい感じに映るんで、モノクロでやってたってわけなんですよ。これなんとね、旧型客車の中なんですよ。生田緑地にね、旧型客車が保存してあって、この頃はね、中に自由に入れましてね、今はどうか分かりません、行ってないんでね。でこうやってちょっとね、修学旅行風に撮ってるんですよ。これは何の服だったかな。そう、これはね、シャッフルっていうギャルゲーですね。それの学生服ですね。ちょっとナルシシズム的になりますけどね、今この頃のね、自分の写真見返すと、いやそんなに悪くねえなってね、まあ、10年以上前でまだ若かったっていうのもありますからね。当時ね、自分で撮った後見返すとね、なんだこりゃとか思ったんですけど、今見るといや、いや悪くないな、これならね、もっと早く開き直ってね、とっととこの頃から動画やってりゃよかったんですよね。そしたらもう完全にブルーオーシャンでしたからね。でもまだ2011年だとね、
ビデオ関係の機材って高かったですからね、中古でもね。今だからこそね、本当に今私使ってるビデオカメラ2012年の安か、だから10年落ち以上でね、1万5000円ぐらいで買えるんですけど、当時だったらね、もっともっともっと性能の低いやつで、それでもね、何万円ってしたわけで、それを処理するためのパソコンもまた高いしね、あとメディアも高かったんだよな。デジタルカメラのストレージがコンパクトフラッシュだった時代ですからね、まだまだね。で、それと同サイズのマイクロドライブだったりしたんですよ。マイクロドライブの方が容量が同じなら半額ぐらいでしたからね。だからね、私もマイクロドライブ使ってたぐらいで、今同じ容量2メガのマイクロ SD カードだと数百円、200、300、まあ、それ以上はするかもしれんか、まあ、とにかく当時と比べたらえらい安くなりましたからね。この頃本当に金がなかったんで、手持ちのねモノクロの銀鋭の機材でやったわけなんですよ。ギリギリね、まだこの頃までフィルムが1缶100フィートでね、3000数百円で買いましたからね、まあ、とりあえずね、今回の秋葉原の写真はこんな感じですよ。ちょっと外に出るのが億劫だったりね、ちょっとロケの方でネタがなかったりとか、まあ、ただ梅草的にはなりますかね。そういった時にまたポチポチ出していきますんで、そこはね期待せず期待してお待ちください。また出すんでよろしくお願いいたします。ノンダックレイでした。